どうも、ノラピーです。今回は新東村のコーヒーハウスライフさんにお邪魔してきました。地元の方に愛される温かいお店です。オムライスとミックスピザ、そしてウィンナーコーヒーをいただいてきました。では本編をご覧ください。今回お邪魔したのは北群馬郡新東村コーヒーハウスライフ。地元の方に愛される一軒家レストラン。手頃な価格で軽食を食べさせてくれるお店。天井の高い店内には本棚いっぱいにコミックが置かれてある。どこか懐かしい雰囲気がする店内。メニューにはパスタ、丼物、ドリア、カレー、トースト、サンドイッチ、ピザ、サラダ、デザートまである。ランチは土日も OK、 そして4時まで行ける。車がなければワインも飲める。濡れ線が出てきた。お通しのようなものか。ランチセットとは別枠でお味噌汁とサラダもいただいた。いただきます。具は大根ともやし。シンプルだけど体が温まる。お味噌汁とサラダをいただきながらオムライスの到着を待つ。オムライスの到着。やはりシンプルなのが一番食欲をそそる。口の中に放り込むとプルプルな卵の食感、ケチャップの酸味、チキンライスのうまみが口いっぱいに広がる。さりげなくパセリがかかっていて目にも美味しい。あっという間に食べてしまった。次はミックスピザ。少し冷めてしまったけれどもチーズが伸びる。具はサラミ、シーフード、ベーコンマッシュか。多彩な歯ごたえが楽しめる。ウィンナーコーヒーの登場。ちゃんとクリームが乗っかっている。まさかここで飲めるとは思わなかった。日曜の午後の昼下がり、美味しいものを食べながらこんな風に過ごすのも悪くない。ピザも完食。残すは味噌汁とサラダ。今日もたくさんいただきました。ごちそうさまでした。まるで秘密基地にいるかのような時間を過ごせる喫茶店。また近くに来たら遊びに来よう。